打つ練習方法もこれで最適です。ではやってみましょう。サランラップを出します。そして左手に巻きます。このように巻いていきます。左手を、左手をぐるぐる巻きにしちゃいますね。このようにで、こう巻くとなんとグリップ圧が弱くても抜けないという、こういうことになります。そしてこれはですね、ヘッドが重くてグリップ圧が弱くできる、これを体感することによって左足で引っ張る感覚がよりつかめます。こちらテイクバックしてかなり重いので、ここから左足で引っ張ります。こうやって引っ張るとかなりこっちに残った感覚がします。このように引っ張れてる感じですね。こういう感覚でプラーンと振られる、こういう感覚でプラーンと振れる、この感覚をつけてください。では一球打ってみましょうか。上げたら足で引っ張る、ここに引っ張ります。これ証拠で上げたら足で引っ張る、プラーンで、このように振るとグリップ圧がいらなくなりますね。なのでこのグリップっていうのはこのギュッと握らなくていいんですね。握ってしまうと左足で引っ張った時に全然重さを感じなくなってしまうので、軽く持ってあげましょう。軽く持ってあげることでしっかり足で引っ張られる感覚がつけると思います。この練習器具とサランラップのダブルの効果でアプローチを上達しましょう。今回はですね、どうしてもグリップに力が入ってしまう人に向けてグリップを緩めるための練習方法を教えたいと思います。それはですね、こちらのサランラップを使います。このサランラップを使ってグリップ圧を弱めるということをやっていきたいと思います。これどうするかと言いますと、このサランラップを巻いちゃうんですね。このようにね、サランラップを取ります。適量を取ったら左手をグリップします。そしたらこの左手のグリップを巻いてしまいましょう。このように巻いてしまいます。はい、このようにぐるぐる巻きにします。はい、このように巻いてしまいます。そうするとグリップを緩めても抜けないんですよ。ということはグリップを握らなくても振れるということなんですよ。でまずサランラップを引きます。そしてこのグリップをここに置きますね。そしたらこちらから巻いていきましょう。でこの時にこのグリップの先端ですね、このヘッド側の方をちゃんと絞るようにしてください。そしてこちらから巻いていきましょう。このように巻くことでグリップが外れなくなります。この意識が大切です。このグリップは最強です。なのでそのグリップを抜いた時のこの左足リードをしてこう引っ張られる感覚、このクラブが振られる感覚っていうのを知ってほしいんですよ。なのでサランラップを巻いてもらって、このグリップ圧を弱めた感覚を体感してください。その弱めた感覚を体感することによって、普通にグリップをした時にこんなに緩いとヘッドって走るんだ、勝手にヘッドって動くんだというのを理解してもらいたいです。実際のゴルフ場でもサランラップだったら分かんないですよね。透明なんで左手だけにサランラップ巻いてもらって、両手でもできますね。サランラップ薄いんでこのように両手で振っても大丈夫です。でまずサランラップを巻いたらですね、左手1本で練習してください。上げたら足で引っ張る。いつも言っているようにテイクバックしたらこっちの左ポケットが左斜め上方向に動く。そうするとこうやってヘッドが走る。グリップを持ってしまうと、持っちゃうと足を動かしても動かないんですよね、スムーズに。それとグリップ持っちゃうと腕で振ったりいろいろしてしまうので、グリップを持たないってことはサランラップで包まれているということになります。そしたら上げて足引っ張る、この動きをやってほしいですね。そしたら上げて足引っ張る、このように打ちます。でこのように練習しておくとヘッドがこのようにプラーンって進みます。この感覚を味わってほしいです。足で引っ張られて、足で引っ張って手が来る、でグリップ圧が弱いからそれを体感できるという練習方法ですね。上げたら足、あ、緩くても打てるんだっていうのを体感してください。そしたら両手で持ちます。両手で持った時も両方のグリップ圧ほとんどいらないですね。で余裕で持ってもらって足で引っ張ってあげる。上げたら左足、このように引っ張ります。で振っていくとヘッドが振られます。その振られる感覚を味わってください。どうしても持っちゃうんだったら外れないようにすれば持たなくなるんですよ。なのでそれを体感してください。このように自分で体感すれば必ず打てるはずです。やっぱり人間抜けちゃうのが怖いってなると絶対持っちゃうんですよね。なので持たない感覚っていうのをもう早く味わってほしいですね。なのでこのようにラップをして、まず片手の練習で、あ、ヘッド振られるってこういうことかって理解してから、両手で力を抜いてもうゆるゆるで振ってあげてください。でゆるゆるにして振ったところで動画撮ってください。絶対緩くないんですよね。ゆるゆるにしたらこんな感じになってんじゃないかなって思うかもしれないんですけど、ちゃんと動画撮ると僕いきます。これゆるゆるこんなもんです。もっと抜けちゃうぐらいの感じ、まあ、これサランラップしてるから抜けないんですけど、抜けちゃうぐらいの感じでも大げさにやってもこんなもんなんですよね。なのでここまで大げさにやる人いないと思うんで、ちょっと緩くしてって振ってもこんなもんです。動画で見ても絶対緩すぎるってことはないと思うので、それを確認してください。このようにですね。なので、このようにサランラップを巻くことによってグリップが緩い感覚をつかめます。この緩い感覚をつかむことでちゃんと左足リードというのが覚えられるはずです。左足リードで再現性のいいスイングと飛距離アップを目指してみてください。今回はですね、このムービングラビティという練習器具を紹介したいと思います。これはシャフトのこのように、上や中間や下につけることで振った感じが変わるということですね。自分のクラブで素振りの練習器具が完成するということですね。で、こちらの練習器具を使って僕は左足リードのアプローチを覚えてほしいんですね。なので今回はその左足リードのできるアプローチを紹介したいと思います。まずこれを先端につけます。
このように、穴が開いてるんですよね。このように。で、これをシャフトにはめます。そしてこれをこのように上に動かすことではまります。こうするとめちゃくちゃヘッドが重くなります。ヘッドが重いということは足で引っ張った時に重さを感じるということです。なのでこのムービンググラビティをつけて足で引っ張る、こういう練習をしてください。これ左手1本でもかなりいい練習になります。上げたら足で引っ張る。この時もグリップワークスを弱くしてくださいね。テイクバックしてここから足で引っ張る。このような練習をしてほしいです。上げたら足で引っ張る。このように振ると勝手にヘッドが走ります。上げたら足で引っ張る。このようにいきます。正面からいきますね。こうポケットが左斜め後ろ方向にこうやって引っ張られてると思ってください。上げたら左足引っ張る。このようにいきます。もう一回いきます。上げたら重さで引っ張る。このように。そうするとアマチュアの人で一番多いのがここからこうやって自分で振りに行っちゃうんですね。ヘッドをぶつけに行く、こういう動きがあると思います。なのでこういう動きをなくすためにもテイクバックしたら足の力で引っ張る。そうするとクラブがこのように折りますね。そうすることによってハンドファーストが作れます。ハンドファーストを作ることによってしっかり上から入る、上から入って足で引っ張ることによってしゃっくりがなくなります。手前を殴って刺さっちゃうっていうのは腕だけやリリースが激しく入った時に刺さって抜けなくなってしまうんですね。ちゃんと足の力でアタックアングルも安定して左シートなら入るので、このように安定したアタックアングルと安定したこのシャフトのハンドファーストを作ることによって自分の思った距離にアプローチを打つことができます。スピンというのはこの左足リードをすると勝手にかかるものですね。なのでテープバックをして足で引っ張る。このように引っ張ります。ヘッドを重たくすると足で引っ張っている感覚がよくわかります。重たくてここで振りに行ったらかなり手に重量を感じると思うので、そういう風に振ってはいけないということですね。なのでヘッドを重くすることで手打ちを防いで左足リードを覚えられます。そうすると再現性のいいアプローチができると思うので、ぜひこの練習器具を買って左足リードの感覚を掴んでみてください。